Ladies and gentlemen, welcome to Thursday Special Entertainment, the 木曜スペシャル。タモリ様の爆笑タグマッチ。The cherry blossoms are in full bloom now, and we are proud to present the undisputed, undefeated entertainer of all, the big two, the Mr. Entertainment themselves.Ladies and gentlemen, Tamori and Sanma, along with Kayoko Kishimoto, Yokonando, Keiko Takahashi, and Kiwako Taichi. Boys and girls, are you ready for some excitement? Ladies and gentlemen, here we go. はい、次の方。はい、南野陽子さんです。ちゃんね、何の声引きお許し。あら。何も。どうぞ。何のちゃん、何の声引きお許し。ほらほらほら。何さん。この席たらやるかいな。昨日。そんなしょうもない考えてます。どうもね。何のちゃん。お久しぶりです。どうもご無沙汰しております。何ちゃんいくつだっけ。私もう21歳です。あ、もう21になった。あらら。もうすぐ22。6月で。あ、そう。早いですね。早いね。え、デビューしたらそしたら5年、そのぐらい経ちます。はい、ありゃ、まあ、5年目ですね。あれからもう5年経ちますか。僕はデビュー当時ね、ちょこちょこ会わせていただいて、最近はね、 やっぱり違う。デビュー当時で今と随分考えること違ってた。いや、あんまり私は変わってないつもりなんですけど、周りの方が変わった。うん、私に対して。あ、そう、うん、どういう風に変わったの。いや、全然いや、君はヤーガールか。申し訳ないです。小武道みたいになったの今。ヤーえ、いやいや、お前サッカーか。違う違う、はいはい。自分自身ではもう考えること15、16の頃と違う、うん、違うけれども、うん、普通の21歳ぐらいの人と同じような考え方を持ってると思うんですけれども、うん、なんかそういうふうにして、だから普通の21歳として意見したことが、えっ、アイドルが意見をするみたいな感じとかはあるんじゃないかなって。そうかそうかそうか、そうなるな。アイドルが何か言うと意見をしてると思われて。何それ。私、うん、言い方とかにもあるんでしょうけどね。生意気なこと言ったと思われたりするのが嫌なの。うん、いや、でも、うん、書かれてたりすることとかね。そんなもん、週刊誌のこと気にしとったら生きてられへんで、こんなもん。こんな芸能界。うん、そうでしょ。だから気にしないで、うん、私はでも今まで通りきちんと考えを持って意見を言ってやっていこうみたいに思ってるからいいんだけれども、うん、それによってなんか周りの人がね、だからファンの人がかわいそう。だって誰のファンって聞いて、うん、南野陽子って、あいつ生意気みたいに言われたら、なんかその人が居づらいんじゃないかと思ったらね。何を気にしてるの。何のこれ式お許しきよ。あなた、俺のファンなんかどれだけ片身の狭い思いして生きてるの。ほんでまた我々の場合、よく言ってクラスに一人よ、高校生で。よく高校生としてみんな東とかなんとか言ってるんで、あんた誰。タモリって言ったらクラス中が一瞬のうちシーンとして、そいつに対してアパルトヘイト政策かと思う。クラス中がストップモーションになるのよ。私ら一応なんか国安と調査とかいうので1位2位3位とか言われてますけど、そうそうそう、なのクラス行ったら、わたいら下敷きにわたいの写真なんか入れてるやつなんか隠しちゃうんですよ。下敷きをまだいいよ、まだいいよ、まだいいよ。俺なんかもっといるの、はい、もう世間高校女子高校生が俺なんかと本当にもうゴキブリと同じに思ってるからね、うん、テカテカいやらしいとか。そう、うん、そう、そんなことないでしょって言ったんです。あ、そうって言わなかった。いや、そんなって言ったんです。あ、いやいや、それぐらいあるんだ。そうよ、うん、まだ現に本当にゴキブリみたいもん。考え方も、うん、ゴキブリの考え方って分かるのか。ゴキブリの考え方って意地でも生きたらいう考え方ですから。嫌われてる、嫌われるんだけど、どんどん、そういえばゴキブリってさ、人を睨むよな。睨みます。なあ、あいつらとんでもない。なんか学生の頃、なんかこう寝ようと思っても視線感じるんだよね。ない、その時汚い、俺4畳半の汚い安いところで言ってさ、千年理科かなんかで攻撃する、誰かが見てるような感じだと思う。うんと、それが台所の方なんだよね。おかしいなと思って電気つけてふっと見て、やっぱ流しのところから
こうやって見てるもんね。そうそうそう、様子が上がってるでしょ。流しのところがペコ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 って、あれがね、この触覚が動いてるのに目が動いてるように見えるんですよ。あれ気持ち悪いですね。でまた誰かが見てるって話になるんですけどこの間カンボジア行ったら、何の話よイモリがね、タモリが違う動いてる、イモリ、おイモリ、イモリ、イモリ、うん、あれがここにいるのね、寝てる横に、イモリが、ね、見てるのでね、寝てたらね、あってね、ゲロゲロって鳴くのね。そうそうそう、変な鳴き声出すやつもいて、 なんていうのかな、ウィーウィーとかいうやつもいてる。イモリって本当に声出すらしいね。出します、すごいですよ、うん。で6回聞いたら幸せになれるとか言って、なれるか、誰がそんなこと言った。違う、誰がそんなこと言った。カンボジアがあるの、幸せになれた、俺ね、イモリ買うわ。違う、6回連続で泣くと、カンボジアの言葉でね、イモリが6回泣くの聞いたら幸せになれる、うん、ことわざじゃないかもしれないけど、カンボジアの人は言うんですよ。言い伝えがあるの。だからね、6回聞いたら追い出そうとか思ったんですけどあの追い出すにも私の方が怖くなって、気持ちとこう動くからね、顔張られたら嫌だなとか思うから、私の方が逃げて違う部屋に行っちゃったんですけど。行ったの。結構そういう迷信とか占いって信じます？そうですね、占いとかは好きだし、あとジンクスとかね、なんかいろいろ、恋愛のことについてやっぱ占ったりなんかするわけ。うん、大好き、うん、よくあのだから前もね、言ったことあるんだけれど、地方とか行ったら、こうファッションビルというかスーパーみたいなところのこう屋上なんかによくコンピューター占いとか、100円入れて、ジジ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 ジって出てくる、ああいうのとか必ずやる。でもね、この人は言ってたでしょ、何歳の誕生日の時にプレゼント、ダイヤの指輪を送ってくれた人と結婚するんでしょ。ダイヤじゃないけど、でも24歳のお誕生日にプロポーズしてくれた人と結婚するって言ったんですよ。そう、それ言っちゃうといろいろ来るんじゃないだったんですけど、この間五円玉占いっていうのやったら、何それ、何だろそれ、あの自分の髪の毛を五円玉の穴に通して1、2、3、4、5、6って、あれ指輪でやる人もいるんですよ。あ、そうなんですか、じゃあやってみよう、うん、あ、そう、それで五円玉でコックリさん呼ぶの。違う違う違う自分の髪の毛を抜いて五円玉に通すの。それで1、2、3、4、5、6って、うんうん、自分の年から始めるのかな。自分の21で次がずっと1、2、3で21、22、1、2、3、また1、2、3、2、21、22、23って言ったらブーンってね、五円玉がね本当に回るんですよ。触れるところで結婚するで、面白い面白い面白いってやって、岡村やってやるわってずっとやって、ずっと27、28って33とこまでいったら髪の毛がプツンと切れた。岡村、お前33で死ぬぞ。あ、そういうのあるわけ。すごい、次の占いをしてもらうまではそれを信じて、でまた占いで違う結果が出たらそっからはそれを信じる。もういつも占いに今日読んであるでしょ。今日は読んでございます。今日新しい占い、ちょっと読みましょうね。この方です。泉先生だ。泉あつのさんです。ギャグにしてすいません、ありがとうございました。あれ嫌ってやってるわけでございません。何言ってますね、本人の前でやってあげましょう。いやいや、それできる先生の前で。いや先生、ちょ失礼でしょ。一回やってみせてください。今更失礼なんていうことも当てはまらないでしょ。我々来てるだけは失礼の連発なんですよ。ちょっと玉井さん、あれ本人の前でやってください。一回やってみてください。このまで仕上げますから、はい、うんうん、こんなうんこ出てますけど。するんですよ、それ。そうです。うんち占い。こんなん出てますけど。やっぱりそれは出た方が健康によろしい。ちゃんと生きていけませんから。ちゃんとね、一晩ごとにはね。南野陽子ちゃんのね、はい、占いをしてあげてほしいんですけど。よろしくお願いします。やっていただきましょう。なるちゃん、いろんなことを占ってもらえるから。はい。何を占ってもらえる、やっぱ恋愛ですか、やっぱり今。恋愛とかも興味あるし、お仕事でも何でも健康です。一つでも聞いていったらいいのよ。うん、いいですか。なるほど、じゃあお仕事。うん、まず仕事。では、いたしますので、はい、質問って言いましたら、どうぞご遠慮なく。エビになった時に言うんですか。はぁ、本題よろしくお願いします。はい、お願いします。なんじ、ようこさん、なんじは、ほ
じ下手な妥協は許さん。何時よ、何時には得意なる霊地を持っておられる。9時に。よって何時が好む男があれば、その方を自らが好んで、その時初めてそれは成就いたす。いかように相手の男が何時に来ても、何時は嫌う時は絶対に嫌う。何時の思う方と恋、そしてそれは成就いたす。何時の恋愛成就はやはり24歳25歳であって、どんなに遅くとも27歳の時には結構な館の嫁女となる。業界の方ではない。何時は波の方とご結婚する、そしてやがて美しく聡明なるオバタリアンへの道を歩む。今何ですか。お仕事はずっと続く、じゃあ続かないんですか。よし、仕事は結婚した時引くことと思われるが、近き時、今から約5ヶ月この夏が来た時、何時はヒットが出て、さらにさらに今の人気が大きくなることと存ぜられる。何時よく励め励め励め。私ね、えい、こんなんでも、いいな、今から夢があって、27で大きな館の嫁女となる。オバタリアンになっちゃうって言ってましたね。いや、立派なオバタリアンになると。だって当たり前どうしたの。白蛇もオバタリアンという言葉知ってるのはすごい。白蛇は知ってますよ。青い言葉ですよ、白蛇。オバタリアンですよ。オバタリアンですから。ねえ、よかったね。ほんだらオバタリアンかな、なんかにやっぱり囲まれたことある。あ、なんか嫌なことあったらしいね。オバタリアン嫌っていうかね、そう、どっかお店に入ったんですよ、ご飯食べてて、中華料理屋さんで、そしたらいっぱい自分の母ぐらいの年齢の、おばさまたちが、おばタリアンさんが来てですね、はい、みんな見なよ、こう写真写真って言って、で食べてた時だったんで、後から見せていただけますか、そしたら一緒に立って撮れるからって言ったの。そしたらなんかそれを待てなかったのか、じゃあここに私がいたら、私がさんまさんだったとしたら、あなたが私、そうじゃ、ほらカメラ持ってるおばさん、おばちゃんで、私がその友達がここに来るんです、で、こう撮ってて、これを食べてる私を入れようね。で、家に帰って、ほら、中華料理屋でみんなでご飯食べたのよ、その後ろ見て南の陽子食べてるでしょ、カニっていう感じで、そっちで入れるんですよ。だからこれは絶対食べてるところは入らないぞと思って、こうしながら食べたりしてたんですけど、そしたらこんなことしながら食べてたんですか。そう、だからお箸落としたとかね、こうやって食べてたりとか、こうやって、で、そしたら今度こっちからもね、写真撮るの、だから別の人が、そう、別の人がここのモデルをめがけて、だからどうやったって写るの、絶対どっからか、こうやっても写るの、でね、そう、囲まれてね、カメラ3台ぐらいでね、どうだみたいな感じでね、で、勝ったとかおばさんたちが言ってんの。南の横に勝った。で、そこで私も黙ってて、あれしたらいいのに、あれほど撮らない、今はダメ、後でって言ったじゃないですかって、ちゃんと、そう、した方がいいと思いますよみたいなことを言ったら、だからあんた生意気って言われんねよみたいな感じで、絶対なんか投書してやるとか言って、おばさんが投書してやる。そんなことおばはんよ。俺まだ言いたかった、撮っていいですかって聞く、若いやつは大体言うんだよね、撮っていいですかって大体言うんだよ。おばはんは言わないの。この前俺サバの味噌煮が大好きなのね、俺サバの味噌煮があったらそれでいいんで、ちょうど NHK の食堂で、月曜日は NHK の食堂で食うんだけど、サバの復職 A にサバの味噌煮があったから、復職 A ですか、岡村、サバの味噌煮行けって言われてね、
それでまあ取って鯖の味噌煮だっつって鯖の味噌煮をこうやって加えた瞬間ツツツツッてこのぐらいの距離からバッフラッシュ炊くの。フラッシュ炊いて俺は鯖の味噌に加えてバーッとフラッシュだから森さんちぐらい顔してこうやって鯖の味噌に加えて何にもやらないで向こう行くのよ。もういきなり来ることってありますよね。あれだから あいつのおばはんちのよそのアルバムに俺はサバの味噌煮をこう加えて森進一みたいな顔してそれでボロクソに言われてる、ね、ボロクソに間抜けな顔見てこれダーモリのバカ面とか言われてねだから喧嘩したらええのよ。もっとだから喧嘩したのそこで。えあほんで生意気は言われたの。その言い方でもどんな言い方したのおばちゃんに。なんかあんまりで勝った勝ったとか言ってからってこうやってね、せきだって、じゃあ今靴が鳴っただけですよ。そうで行って、で、あのどうして取るんですか、うん。そんな言い方じゃなかったんじゃないの。初めはだって初めはそうだ。スケバンデカみたいな感じで言ったんじゃないの。違うだと。どう投げつけた。だってこ一応どうして取ったんばいとか言って。一応だから向こう人数いるし、ちょっときちんと言おうと思って行ったんだけれども、できちんとやっぱり言うことは言わないといけないし、あのおばさんたちも今回はしょうがないから後からそんなことないように気づいてほしいなと思ったから、どうして取ったんですかって、あれほど後からにしてくださいって言ったでしょ、自分がカニをこうやって持ってるところを取られたらどうですってそうって言ったの。ごめん、そのおばあんたち言うとってはそれカニだったのいいよ、サバの味噌煮だよでも、殻をチュッチュチュッチュやってたえ殻をチュッチュ何そのおばあん足足が恥ずかしい。爪のとこか。爪とかね、うん、そういうのこう取って、チュ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 あれって言ってなんかタラタラって言って食べてたんで、うん、自分がどうですかってそれをみんなで見て見てって回されたらどうですかって言ったら、そしたら何よとか言ってあんたそんなこと言ったってねいいじゃないのよそれを商売にしてんでしょみたいな感じで。カニ食うとこ商売にして。今度は夏の新曲をカニ食い女にされる。カニ食い女。カニはカニ食い。なちょっと言ってちょ。夏いいんです。カニの雫。カニの雫俺作詞いいですね。僕曲作りますよ。そしたらあー嬉しい。本当に曲作るカニの雫。僕はカスタネットマンとかいろんな曲を作ってきた男ですから曲はね任せないわ。いいね任せなさい、うん、怒ってどうするかよ。じゃあ本当にじゃあそれが8月のヒットかもしれない。おばちゃんたちにとってはね、カニを加えたとこ写真撮られてその人は嬉しいのよ、うん、だからおばカニの食べてるとこ撮られたらどういう気持ちですかって言われたときに、うん、お私は嬉しいよって言うあのね考え方が違うねんから私だって。でもきっとこれ今見て、うん、みんな気づいたおばさんもいるかもね。あ、やっぱやめようとか。違う違う、おばちゃんらやめようとか思わないの。見ててわしもやったろと言わそうだよ。俺なくっちゃおばはんは語れない。そうそうそう、でも厚かましく生きよんねおばちゃん。許してあげてよ、子供3人も産んでねえ、向こうはんにも相手されずにね、ねえ、色気出したら気持ち悪い言われてね、夜中化粧したら化け物かと言われたりそういうおばちゃんらも許してあげて。私なんかでもあれですよ、素人になったら南の横ちゃんカニ食べてろうが何しようが太田という嬉しさで写真撮ってしまいますよ。私もそうだったから、実際ねそうやって誰かタレントさんとか見たら、うん、こうそんなファンとかじゃなくてもあのファンですって言っちゃったりとかして握手してもらったこともあったから。見てみそのバチ当たっとねん。だからそういうね、バチ当たってねん。だからじゃあのティッシュペーパーとかでねサインしてくださいって言われて嫌だけどやるよ、うん、やる、うん、まだいいよティッシュペーパー。俺は田舎にサイン会に行って段ボールの切れ端や僕の勝ち。いや待って待って、この話はまだあって、ああ仕事終わってだって帰ろうと思ったら川があったんだよ。そこ渡ってたらその段ボールサインしたら流れてきたんだよ。あ、でもありますよね。流れてきたよ。いや、そいつは何のためにサイン会に来たの。僕もそれはゴミ箱に捨てられたことがあったんですよ、サインが。帰りしなに駅のゴミ箱に僕のサインがうわぁ、惨めでかわいそうってマネージャーと2人で拾って帰ったんですよ。一番忘れてなかったサイン、牛乳瓶の蓋タモリ様の爆笑タグマッチ The undefeated, undisputed entertainers are readyFor the exciting tug match now happening on your very channel, don't you dare miss or kiss or touch your channel.